こんばんは、平山茂です。今日は9月22日、水曜日でございます。現在時刻は夕方6時30分を回りました。いやー、ちょっとね、真っ暗な公園の駐車場に来ております。聞こえますか？この、虫と言いますか。鳴いてますね。ちょっと窓開けると。泣いてます。さあ、今日はですね、私いつも、大丈夫だよ、言わせてもらってます。今回はですね、ちょっと皆様に、大丈夫だよって言ってほしい。そう思います。なので、僕に続いて、大丈夫だよって、声を出してください。その喉を通して、心からこう喉を通して口に出してほしい。まあもう出してますよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、改めてですね、この大丈夫っていう言葉を自分自身で発するということが私は大事だと思っております。なので今日は、ちょっと私この後言いますから、大丈夫だよって続けて、言ってみてください。ちょっとノープランなんであれですけども。でもこれはやってほしい。実践してほしい。僕に続いてくださいね。私は大丈夫。ありがとうございます。これだけでいいんです。自分は大丈夫。私は大丈夫。僕は大丈夫。俺は大丈夫。声に出して言ってください。本当に大丈夫だから、大丈夫になるから、やってください。もう一回行きましょうか。次は私はって言いますね。行きます。私は大丈夫。私は大丈夫。ちゃんと真似してくださいよ。私は大丈夫。真似してますか？やってくださいよ。いきますよ。私は大丈夫。いいです。その調子。いいですよ。その調子。まだ行きますから。私は大丈夫。いいですよ。いいです、いいです。その口キープしてくださいよ。その口をキープしたまま。私は大丈夫。やってます？口直して大丈夫です。はい。とにかく、私は大丈夫。男性も女性も関係なくね、私は大丈夫。自分で言って自分で聞く。どうですか？いいんじゃないですか？どうですか？ちょっとは気分が晴れたんじゃないですか？大丈夫。大丈夫ですから。あなたは大丈夫なのだ。今日はこのあたりでお別れしたいと思います。ではまた明日、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。